ディープブルーに使われたラックの一部ディープブルーは IBM が開発したチェス専用のスーパーコンピュータである。大学の研究室で生まれたチェス専用スーパーコンピュータディープソートの研究を引き継ぐ形で IBM が1989年より開発を開始したものでディープソートを破った当時チェスの世界チャンピオンだったカルリカスパーロフを打ち負かすことを目標とした。 当時の IBM の開発チームの責任者は、後の香港大学電子商業科技研究所所長のカヒ人、主任設計者は後に、中国北京で、マイクロソフトリサーチアジア上級研究員となる、興味ミネオだった。ディープブルーは32プロセッサーノードを持つ、IBM の RS6000SP をベースに、チェス専用のビルシープロセッサーを512個を追加して、作られた。 プログラムは C 言語で書かれ、オペレーティングシステムは X が使われていた。開発チームは、グランドマスターであるジョエル・ベンジャミンを含めて6名。1秒間に2億手の先読みを行い、対戦相手となる人間の思考を予測する。予測の方法は、対戦相手の過去の寄付を元にした、評価関数を用いて、効果があると考えられる手筋全てを洗い出すという、ものである。 過去に2回の対戦が行われ、1回目はカスパラオフが3勝1敗、2引き分けで勝利、2回目には使命を果たす形で6戦中2勝1敗、3引き分けでディープブルーが勝利した。現在では解体されてしまっているが、一部はコンピュータ歴史博物館などに展示されている。表向きの使命はチェスで人間の世界王者に勝利するというものであるが、その背景には、 より知能的な問題処理能力、高速な計算能力、莫大な量のデータマイニングといった多くの分野に貢献するという目的もあった。実際に IBM はこの研究を通して得た技術を自社製品などに適用している。現在ではアルゴリズムの改良及びパーソナルコンピュータの計算能力の向上により一般消費者向けのチェス対局ソフトが 人間のトッププレイヤーに匹敵するようになってきている。さらにディープブルーの目的を引き継いで世界最強のチェスコンピュータを作ろうという試みがヒドラプロジェクトとして進められていたが2009年に開発は中止された。以下の項目に一部自動化の力を借りながら主に手作業でパラメータを割り振っている。ディープブルー。 ibm,https, コロンスラッシュスラッシュ www.ibm.com, スラッシュ ibm, スラッシュヒストリースラッシュ ibm, イヴィスラッシュアススラッシュ e ヴィスラッシュアイコンスラッシュ deepblue スラッシュチームスラッシュ二ヶ月十二日、閲覧人物超新研究士官、高人、中心者、 h t t p t e c h c n a c o m cn、ニュース、コンピューター。1999年11月14日。11176。shtml2018 年1月12日。閲覧。ibm、深いの父仮名へび流ス研究員。人民も。http://www.people.com。cn。 ビッグ5、イット、49、4695、2十一3 4 2 1 976570、97 HTML2018 年1月7日閲覧。不要不可愛、不要不可緑、用多彩多姿。点火雑誌、https コロンスラッシュスラッシュ www.couplingwith.com。テイラー・ワッツ、アーティクル、アーティクル。 アクション ?ID イコール5015912018年1月7日、閲覧。新たな科学技術の発見のためのエンジンとなった、IBM ブルージーン IBM の生んだ、チェスチャンピオン、ディープブルーの子孫としてお年度トゥポリフ。ファイドワールドチェスチャンピオンシップ2010右側の、共産企業バナーを参照。クラッキング号、ブルート、フォースコンピューテーションハズエクリプスド。 ヒューマンズ・インチェス、アンド・イット・クッド・スーン・ドゥーザ・セーム・イン・ディス・エンシェント、アジアン・ゲーム、バイ・ a ンシュン・エイジ・エイ i n HSU, IEEE ・スペクトラム、オクトーバー2007、スペクトラム .iEEE.org、2009年3月17日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2018年9月23日閲覧。ありがとうございます。